症の曲が多いんですが、逆にカップリングはとてもですね、にぎやかな曲になってます。ここ最近は、ミコの民謡シリーズと題しまして、今回で民謡を取り入れたカップリング曲10曲目になりました。おかげさまで。で、今回の女の夜明け第1章のカップリングは、香川県の民謡で、コンピラフネフネという、民謡なんですが、皆さんもよくご存知ではないかなと思うんですが、コンピラフネフネ置いてみこっかけて、シューラシュッシュシュッ、シューラシュッシュシュッ、こういう感じですけど、聞いたことありませんか？あります？あ、よかったです。今、炭酸飲料かなよくの CM のシューラシュッシュシュッの部分だけですけど、流れてるんですけどね。なんかちょっと話題になっているようですけれどもね、コンピラフネフネ。で、まあ、あ、思い出しました。あ、宣伝でやってますよ。私もテレビ見てて、流れてて、あ、これコンピラじゃないかなと思って、そうなんです。一緒ですから。でも私は先に出してますんで、それはいいんですけど。はい。で、まあ、コンピラフネフネをモチーフにした、とってもにぎやかな曲になってるんですが、シューラシューシューシューという、愛の声ですか、入ってます。で、2番の歌詞にです。2番はですね、キーバラバラバラというふうに入ってるんです。なので、ここの部分でも結構ですので、一緒に歌っていただきたいなと思うんですが、ちょっと一回練習をしてみたいなと思います。